夢を見よう。軍神と呼ばれる上杉謙信へのいたずらを成功させ、気を良くした刑事と秀吉。自分たちの力に少なからず自信をつけた彼らは、次に侍の横暴に苦しむ農村を助けようと考えたのであった。俺とお前、力を合わせれば何かを守ることだってできるはずだ。そうだな、やってみせよう。自信。三人衆が、三好三人衆が攻めてきたか。この村を焼けと、松永久秀様のご命令だ。助け出しに来たぜ。俺たちに任せろ。バボーズ刑事、何としても助けてくれるだか。ありがてえ。やれ。文字は中吉だ。まだな。棟梁は3人、奴らを倒せばこちらの勝ちだ。よし、俺は家を守る。まだまだ。お前は皆を誘導する。やれ。皆急げ。ここは任せて逃げるのだ。おめえさんたちみてえな若者だけを戦わせるわけにはいかねえ。俺たちには俺たちの意地があるだよ。やれ。意地か。そうだな。あのお金松永の兵だべ。やれ。来たか。ああ、仕方ない。鋭く素早く終わらせる。それが情け。うわあ、三人衆がやってきただよ。逃げ回る、それが生きる術。ついに三流役者のお出ましかい。松永君の死神部隊だ。もう終わりだべ。どんな問題？やれ！人質に連れてった御作団を消すだ！どうした刑事？息を切らしたか？こっからが本番！大胆に！繊細に！これって
女と似てるだろ。千万の世、一体いつまで続くのだ。天下朝のごとく乱れる。誰かが治めりゃ限りだな。泣きわめけ、それが生きる花。一人減っても三人衆だめ。やれ。なぜ力の獣は犬に知らねばならぬのか。刀の有無か。ならば俺はそれを憎む。全身全霊をかけて。仕方ない。鋭く素早く、そして俺の家が能力を悟り、そしておさらばだ。二人減っても三人衆だべ。これまでか。いや、まだだ。やれ。死ぬのに答えよ。勝てましたね。三人衆め、松永とおさけるだよ。俺たちの土地に入ってくるでね。どこまでも罵声を投げよう。やめるだよ。待つな。意外にやるな。予定が狂い。やれ。俺たちだって力を合わせりゃできるのよ。臭いものは元から立たなきゃダメ。今度の相手はこの騒ぎの元凶、松永久秀でどうだい。かの共有か。よし、俺が偵察に行ってこよう。ありがとうな。ありがとうな。ありがとうな。